そうだ。来たわね、エルフィール。なぜあなたがここに呼ばれたかわかりますか？わかりません。でしょうね。わかっていたらこんなことにはなっていないでしょうから。エルフィール、あなたはこのままでは卒業できないと判断されました。そんな。あなたの成績では普通に留年しただけでは到底卒業はできません。しかしあなたには2つの選択肢があります。1つは卒業するための特別試験を受けること。そしてもう一つはアカデミーを辞めて家に帰ることです。さあエルフィール、どちらにしますか？お決めなさい。ではあなたにはアカデミー創立以来たった一回だけ行われた特別試験を受けてもらいます。これから5年間で何でもいいから、あなたの力だけで作った作品を持っていらっしゃる。その作品で結果を判断します。いいですか？あなたはこの試験を受けるということを恥と思いなさい。5年ですからね。入学し直すより長い期間なのですからね。それだけあなたの成績が悪いのです。5年後、あなたが持ってきたものが評価に値するものなら卒業を認めます。でももしつまらないものを持ってきたときは。わかっているわね。はい。今日はイングリド先生に呼ばれてるんだった。来たわね、エルフィール。なぜあなたがここに呼ばれたかわかりますか？わかりません。わからない？全く身に覚えがないと？多分言われてみれば何かあるような気がしないでもないですけど。あなたの留守の間に部屋に置いてあった図鑑を見させてもらいました。入学してからあなたは今まで一体何をしていたのかしら？エルフィール、あなたは留年よ。